とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もこの装備で行ってみたいと思います。めちゃくちゃ強い、これほんと強い。ブロードソード250の黄金装備、吸血レベル3がついてます。で、エンチャントがクリティカル、凶暴か、追い打ち。もうほんとね、ベストマッチ。ベストマッチなのよ。で、今日は、ここに行こうと思います。ゲイル聖域の、デイリーチャレンジレベル2。アポカリプスプラス25。ここに行きましょう。プレイヤーの HP が 100%。まあ、倍になるので、強いよね。で、速度が 20% アップするのよ。常に凶暴化してるような状態で行けるので、全然余裕じゃない？うん。で、モブは、雷のエンチャント持ってるのよ。帯電じゃないから、多分大丈夫。まあ、行ってみましょうか。いやー、久しぶりここ来たね。まあ、とにかく行ってみよう。おい、余裕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 。で、HP も、こっち倍になっとるから、全然やね。うん。これ減らないと思う。減ったとしても、全然回復するから。よし、風吹け。お前動き出すのか。おお。いや、普通に戦えば多分強いよ。多分強いんだけども、大丈夫だ。こうか。はいはいはい、オープン。多分、オッケー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 。クリーパー爆発食らっても、大したことない。これはいけるぜ。しゃあ、HP 倍っていいね。うん。おおお。倍は強いわ。おおおいおいおい。落とす気か、お前。落とす気だな。あー、ちょっと待って。なんか、攻撃速度が、あー、もう最悪や。ちょっと待って。わあ、ちょっと攻撃速度が落ちちゃうと、どうしようもないな。これは、誰、やっぱあれか。凍ってるゾンビだからさ。あいつの攻撃を食らって、遅くなったんだな。あいつはちょっと、注意だね。この装備で攻撃速度が下がっちゃうってなるとよろしくない。うわあ、なんか強制戦闘多いな。ちょっと待て。きつっ。きつい。あ、やばい。やぶね。うわあ、食らってるし。うわい。ちょっと。きついきついきつい。よっしゃ。よし。ああ、もう鬱陶しいな。もう逃げんなって。いやいやいや、壁の上逃げるのそれなしでしょ、お前。おーし、乗り切ったぞ。さすがこの装備強い。今のところ多分、今までの装備じゃ、全然やれなかったわ。おい。とこっち？はいはい。はいはいはい。もう鬱陶しいな。待て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 、おい、あいつ鬱陶しい。ここ敵が鬱陶い。ちょっと待て、嫌なやつら多いね、ここ。ちょっと待って。おい、やっとー。よっしゃ。ちょっと待て、お前鬱陶いから先倒す。あっぶね。よし。鬱陶しいやつ多いな、ここ。待ってよ。こいつら、調子乗りやがって。くそ。マジでやりにくい。よっしゃ。よし。終わった。うわ、エボーカー来た。
エボを書きやがった。ちょっと待て待て、よし、オッケー。ちょっと、あー落ちちゃった。マジか。よし、おっしゃ、エボーカーもやっちゃったよ。結構長いな、ここ。おい、うわ、やべ。あ、ここ大丈夫か、当たらんか。おい、ちょっと待て、飛ばされてから当たるのやめろ。よし、待て、ブー、よし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 、終わりやろ。まだか。勝てー、味方回復かよ。勝った。でも大丈夫、ドラ使ってもそんな回復すんの、異常だろう。その回復力ちょっと異常すぎる。よし、よっしゃ、もう終われ。よし、ここのダンジョン長いな、マジで長い。しゃあ、確かボスもいるもんね、ここはね。そのボスが楽しみ。よし、回復じゃないや、攻撃力アップ、攻撃力アップがあるとね、ほんと嬉しい。すっげえ回復するからね。しゃ、もうね、おい、よし、オッケー。でこれか、あー、はいはい、動かしていくのね。しゃ、爆発しろ、オッケー。よし、強すぎる。それ以上に俺も強い。本当にこの装備最高。うん、ここまでね、 HP がね回復してくれるって素晴らしいよ。この上ボスじゃない、もしや。うわ、やべやべやべえ、けどいけたー。ちょっと待て、うん、そのクリーパーちょっときつい、そのクリーパーだけきつい。よし、終わりか。おおおおっと、そろそろボスじゃない、おそらく。ボスまで来たか、待て待て、きつい。うわ、もうクリーパーは、ちょっと待て、いや、最後の最後結構つらいぞ、ここ。いい、ちょっと待って、おお、やばい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 、ここはやばい。この数とこの敵がやばい。よし、お、あー、食らっちゃった。よし、オッケー。クリーパー、あ、クリーパーもいるんか、ちょっときつい。いや、もうお前、最後の最後きつい。ちょっともう、ね、ネットワークはいいよネットワークはいいんだ。よし、終わりか、これで終わりでしょ。危ね、よっしゃ、抜けた。そろそろボスじゃない。おしおしおし、来た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 、ボス来た、ボス来た。このまんまいけるでしょう。行くぞ。あー、これ凍結のやつが辛いんだよな。やべ、凍結がきつい。やべ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 。よし、凍結すんなよ。よっしゃ、持て。よし、ちょっと待て、うん、おっとっとっと、うん、よし、よし、よっしゃ、うん、こいつきつい。倒し方どうだったっけ、なんかすればこれ開いたまんまになるんだよね、うん、どうやったっけ。ここを多分雑魚を全部倒せばよかったとか、そういうやつなんだよね。いやいやいや、これ雑魚倒すのもきっついから、
雑魚倒すのこれきついからね。よっしゃ、いけ。うわ、いやでも雑魚倒すきゃねえわこれ。うわ、危ねえ、やべ、雑魚を倒すしかない。くぅ、きつい。よし、こっち終わった、こっち終わった、次こっち。よし、絶対倒す、絶対倒してやるからな。よっしゃ、待て待て、おい、危ない。よっしゃ、終わった。よっしゃ、チャンス。いや、減らしきれないか。うわあ、まあ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 、減らしたわ。よし、あれ、おお、なんか止まった、動きが止まったよ。この繰り返しか。そうだね、にゅーにゅー。よし、こっち凍結するのがきつい。ここで凍結耐性は欲しいな。凍結、うわ、痛い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 。よし、オッケー、いけ。よし、あと1回かな、あと1回だな。よし、はい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 。あ、お前も来るのかい。どうせどうせ来るならいいよ、ついでに倒してやるから。もう、あー、やばい、やっべ。よしよし、はい、くらっとけ。あー、凍結だけはちょっとしたくないんだよね。やっべ、死ぬ死ぬ死ぬ。よっしゃ、もうちょっとじゃない、開いた、もうちょい、もうちょい。よっしゃ、いけ。よし、倒す。よっしゃー、クリアー、やったぜー。はい、ということでアポカリプスプラス25、デイリーレベル2のゲイル聖域クリアしました。なかなか激しい戦いになったけどね、面白かったよ。はい、またねやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。